お疲れ様です。あとです。そうじゃ。滑舌失礼します。コカゲ。よっ。というわけで、今日はね、ウィズコタとね、やっていくんですけど、今日は、そのいつもみたいなデッキを一つ紹介するというよりは、はい。まあ、いろんなデッキというか、あれですね、もう最強デッキ編成みたいな、もうね、この5枚、6枚を入れとけば、もうどんなデッキも、あと2枚はね、もう好きなカード入れちまえば最強みたいな、そう、G 枠みたいなね、そのね、最強6枚編成をね、教えていきたいなと。最強6枚。6枚。もうね、もう6枚決まってる。あと2枚を、もう自分たちで決めれば、もうどんなデッキもね、作られてるので。バグとか、バグとか。お前、本当かみたいな。さすがにそれ嘘だろってね。確かに。ねえ、ちょっと6枚。おかしいよね。おかしいかもしれないですけど、まあ早速ね、ちょっと見ていきたいなと思います。というわけで、まず、1つ目。はい、1つ目が、こちらがまず、主軸となったデッキなんですよね。ロイジャイ。これロイジャイで、このね、バーバリアンが入ってる。で、あとサンスペのね、この、まあ結構有名な、最近有名な、このロイジャイデッキなんですけど、これすごい強いんですよ。まあ、これが強いんですけど、強い。最近、グラチャでね、ちょっと他のデッキも出てきました。勝利、12勝デッキが。で、それをまず見てみると、じゃん。ロイジャイが5例になってました。呪文も一緒。呪文も一緒で、これです。これ、12勝で実際いました。実際いました。これか。まあ、ロイジャイここはちょっと見てる。まあ、若干似てるわね。若干、はい。次ね、いたのが、じゃん。これはね、はい、これもまだ2枚。スケラですよ、スケラ。スケっぽいです。そうですね。まあ、この、タルルとか雪の枠がワンチャンアイゴレ。まあ、この形はあったね。あるんですけど、この主軸をね、スケラで、まあ、スペルをまあポイズンにしてるだけで、まあ、こんな感じでね、主軸ですね、まあ、ゴレとかロイそう、うん、の枠はもう各自自由、もう個人の自由でね、6枚入れとけば6枚、このババア、マスケ、メガゴ、オーブン、タルユキ、もうこのね6枚を入れとけば強いです。はい、これは本当です。で、これ他にもあったのがこちらね、クロスボウこちらも実際に12勝いました。まあ、このスペルの枠がスペルじゃなくてアイゴね、まあ、縦ですね。で、まあ、主軸がクロスボウっていうわけで、まあ、外役撃、はい、これでもこの適当にこの周りで回していくと相手何のデッキだってなって、不意にチャケっていうね、クロスボウを全部回避しまって、うん、そうっていうのも狙いますね、うん、で最後じゃん、ホグライダーいました。ホグライダーいました。まあ、スペルがクエイクで、まあ、メインがホグっていう、うん、もうね、何でもなっちゃいます。本当で、本当に。で、これ全部、ちなみにこれ全部12勝で、最近結構ね、いたやつです。で、まだ紹介できてないんですけど、実際ね、このゴレの枠が、ラバ。ラバです。まあ、ラバも、12勝かね。今夜は今夜も使える。空飛んでもいきます。空飛んでもいけるっていうことは、バルーンもいけちゃいます。ですね、この、まあ主軸の枠が、バゲン？そうですね。呪文の枠。呪文の枠に、ですね、呪文じゃなくて、そう、穴掘りですね。いた形もあって、でもこの方の場合は、タルユキが結構アイゴレ、まあ、パターンもありましたね。うん、多分、使うならアイゴレの方がいいですけど、まあ、ここら辺。まあ、基本的にね、このもう6枚ですね。この6枚をデッキ入れちまえば、あとはじゃあ、ジャイ使いたいならジャイとか、まあ分かんないですかね、さすがに。ジャイは今のところ12勝で見てないんで、けど、まあ、ロイフグも絶対合うでしょうし、もう、アナポイもなしではないかもしれない。そう、ギガーでポイズンとかも全然ね、あれだと思うんでね。まあそこは、まあ6枚、固定でね。もう自由にね、もう組んじゃえば今の関係無双できますよっていう、自分で組むのは、はい、そうですね、自分なりの過去6枚一緒みたいな自分なりな、キョスケからのなんか面白いもう一個とかも、もうオリジナル、そう、もうクローンでもいい、結構強い、絶対強い、まあそれは分かんないけど、まあそんな感じでね、この6枚を入れちまえば、もう何にでもできちゃいますよっていうわけです。というわけで、はい、まあやっていこうかな。まあ数戦今日ちょっと出だし喋りのしたんで、このクロスとか、僕まだ使ったことないんですけど、ちょっとね。まあ、やってみましょう。さすがにね。よし。まあ、相手にクロスボウって気づかないように。そう、多分、このオーブンとか、マスケとかをずっと見てると、流行りのロイジャイねってなっちゃうんですね。これ間に合わないかも。やばい、やばい。うわぁ。痛いてて、しかもライトニング。早かったな、それ、めっちゃおりゃん。
めっちゃあるやん、これで負けたらどうする？よくある、まあ、あれでも今ライトニングだったっていうことはこのバーバリアンがね相手に刺さります。はい、有能ライカミング、ペッカラム、そうですね、ペッカラムが、まあ、普通に考えると可能性としてありますね。でなのかベビーかエレキきたで、さすがにハシマイペはハシペはさすがにないと思いたいですね。きたが美味しい。うん、あ、まあ、おメガナイトだ、これメガナイトですね。インドランの場合は多分メガナイトですね。でこれ陸ゲマニアーズゲマギリギリも、あやばい、これジャンピング、ジャンピングスゲマフ結果も苦しい、苦しいけどここはね、まあ、あお、ちょっとそれは相手ちょっとうまい、あちょっと煽られてるけど、まあ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 前は落とされてないんでね。クロスバーは多分1-1になっちゃうとフリーになっちゃうんで、この940はねしっかり僕はね守っていきたいなと思います。インドラエレキのワンチャンメガナイト工場、あーいや、あのライトニング、あーライトニングだからか、ヤムがそうですね、やっぱり、うん、そうっすね、はいはい、オーブン漫画家を組んだ、じゃあ右下でホグ、ホグ一番よく全然違うやん、全然違う。でもやば、相手ギャンギャンでライトニングってきます、ね、今ライトニング打ったんで、そう、ホグ使ってライトニング、そう、ホグってライトニングコスト君ないでしょっていうクロスですね。もうちゃきります、探し後で、まあ、メガゴでイチャつこうかなっていうところですね。またイチャイチャで、折れた、これはね、まあ、無理に延命せず1個折れたんでね、これで、うん、まあこのインドラはワンチャン無視したい、していいですね。これぐらいはギリ。あ、これやばい。あの、ちょうどアイゴレ咲いちゃって、ユーナ向けがなくて、ババを、ね、咲くしかないってやつですね。咲きたくはないけど、しょうがない。そうですね。で、ここからがまたむずいですね。メガナイトがちょっとだるくて、まあ、マスケとオーブンが一緒にライトニングで打たれないように離して、打たれるわ、これ。打たれるので、アイゴレで非来心します。おー。まあ、こういうね、こういうのも大事ですね。で、今逆にライトニング打ったんで、クロスシャキ入れます。でこのホグはちょっと、まあ、気持ち、まあ一応タワーおらえない程度に、タワーおらえないのにオーブンでね、オーブンで防衛あんま良くないですけどね、このあのオーブンはでこういう雪玉で延命してね、まあ、これこの僕このデッキ僕はちなみに初めて使いましたけど、あデッキパワーですね、デッキパワー OP っていう、おーおーおーおお、まあまあまあというわけでちょっともう一個ね、最後ラバちょっとやってみたい。もう実際まだ使ってないよね。使ってる。まあ12勝しかも僕も確認しかいで。というわけでね、ラババージョン、このロイジェインの枠がやば、ラババージョン。呪文はワンチャンポイズンでもいいとは思うけど。インフェコッパが撃退できるから、まあライトニングでいきたいと思います。うん、本当に勝てるのか。まあ、そうや、今ゲームはメガゴ界しかいないというのは不安だね。まあ、まあ、いける。はい。守れラバで、ね、防衛力がね。そう。周りが強いんでね、周りが。そう。周りが強い。とりあえずオーブンですね。で、逆サイ攻められたら、おぉ、ロボ対決と。ラバ対決ってやっぱり。ラバ対決だけど、これ、対空ないんで、こういう時に、この攻めババをしますね。なるほど。攻めババして、ベビーか。このね。ここでまあ僕は対空やっと回るん でしかもこれババがねちょっと入るっていう、美味しいですね。でこっちにメガゴとか付け出してきたら、うわー、マジ、あでもライトニングだから守れないとかない、じゃあライトニング防衛します。あ終わるかも、危ねえ危ねえ、クリック持ちます、後ろのガゴにも当てて、ああそりゃ違くね、ちゃうよな、そりゃ違う、焼き鳥の口癖です、それは近くね。それは近くね。うわー、これはちょっとちゃうっすね。これはあの、まだ前でね。まだ前でね。それは近くね。まだ前ますね。相手がラバルのベビドラ。これ、ババア橋前咲いたらもう一回ベビドラで防衛されるな。これ、相手のスペルがあと分かんないんで。でもまあ。まあちょっとマスケ普通に出しのヤバフォリーかから、ヤババグフォリーラファイボー、ちょっと泣きたいですね。これはちょっとあのラバでターゲットってこのマスケをザップでディガーか、にゃるほどコタにゃるほど、これはまあ雪打とうかな、一応ちょっとでもダメージ稼ぎたいんで、まあパティが勝利してくれる、そうですね。でおや
さてラバは良くないみたいなのがある。いやないです。もう6枚が強いけど、そう、そんなわけないですね。もうこの6枚が最強なんでね、マジで。で今ビビドラサイター、これ始まりババで気づきます。多分普通にこれ回りますかね、うん、それでもこれババが、ババが入ります。よし、これは大きい大きい。ライトニング圏内、ライトニング圏内、うえい。でこれちょっとあの相手のベビー、ベビー厄介なんで、やばいやばい、なんか降ってきて、待って、逃げられた逃げられた、ちょっとやばい。ケーキオーブ、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 ケーキオーブって、まあみんなわかるから、そう、あの直当てする、やばい、ちょっと待って、直当てしてガゴメか感情しよう、続くのみんな、それケーキオーブ違うね、え、なんか死んだこれね、あの死にますかね、まあこういうこともあるよねっていう、まあ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 、でもこれはちょっとしょうがないかな。まあこのゲッキの強みっていうのはやっぱりバーバリアンかが防衛やるっていうのが、そうですね、いいと思う。多分唯一しんどいのがちょうど来てしまったと思ってます。はい。なんでね、まあまあまあ。強い強い。もう一戦いってく？いっちゃいましょう。んじゃあ何が何にする？ホグ。ホグ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 。ちょっとホグで。最近ねクエイクとかもね、ホグクエイクよく流行ってるんでね。ご賞終わっちゃった。終わっちゃったけど、一生でいっちゃうと良くないから。マグチ。マルチだとクエイクちょっと、他マゲチ使うか、それというわけで、やばい、いく、いや、ラバーちゃうな、今はちょっとちゃうな、ちゃうな、というわけで、まあゴレ、ゴレアンパイか、アンパイ、アンパイ、まあ、ゴレ出した瞬間に逆サイ来るけど、もうオーブンすでに置いてるしみたいな、まあ、後半だったらババ間に合うしみたいなことができちゃいますね。お、待って、違う、オーブレー、ガチャイの1勝目はやっぱりマッチング早いんで、ね、今も運が良かった、危ない危ない、こんな甘くないと危ないですね。よし、これこのゴレは、まあ、防衛が見て分かる通り防衛が強いんで、このデッキは基本的に多分この方を使う場合は 1-0 で勝ちたいですね。うん、まあ、火力より防衛力、そうですね、防衛力が結構高めなんで 1-0 で勝ちたい。よろしく。まあ初見アニモガイ、俺たちはまあ呪文、うん、お、やば、初手プリンスはなかなかやってんすけど、これババがないっていう、あー苦しい、苦しいよー、苦しいよー、頑張って、カグマジでタルババで、マジで苦しいよー、まあ、ちょっと、まあ、結構抑えに弱敗に、やばい、うわー疲れたー、なんか来たー、これジャイアン、ちょっと待って、これババがない、ババが、ちょっと待って、これ雪が負け、あ、まあ、オーブンと、まあ、オーブン、からの光栄をサンドウィッチマンで、イエーイ、ウェイ、このメガが美味しいですね。てかババあれだ、普通にファイブか、ファイブでもそこに使うとこの子ね、ジャイ溶かせるっていう、まあ、オーブンがねその分活躍しますね。多分雪玉は節約できそうですね、うん、でもこの後のプリンスがきついっていうのは、うん、これ今単体プリンス来ると終わっちゃいます。やば、5ワードぐらい取られてる。いや確かに今相手がもう、もしなんかこれ相手だけで防衛しようかな、ライトがってたらまあまあ入るくらい。いやでも、もうしょうがないみたいなのがありますね。まあ、怖がっから確かに。いや、ワンチャン偽りのプリンスかもしれない。コスト偽造、コスト偽造。コストあれ7だけど、コストあるように見せかけるようなプリンスと。たまにいますね。コタ、それコタって言います。でも、相手はありましたこれと期待。やばい。OK。これはいいオーブンですね。このオーブンのファイスピプラスタルババでね、いい感じ。でも、結構火力が高い。そうですね、まあこんな感じ、危ない、一旦乗り越えた、これでもう顎は繰り返すけどはずで、でもファイボーやっぱババに打たれちゃうんで、まあ、その分マスケとねオーブンが残るんで、うん、そこをしっかり離してファイボーでなんか一気にね落とされないようにやっていきたいですね。まあ陸地はしっかり取っておきたい、ケツメがケツメがこれこれいくか、今まあ策に行ってないんでね、逆サイ行きましたね。で逆サイはこうババで守れる、あ、いや前にジャイ追加が終わり、終わりか、守れないこれは防衛、本当か、防1ゼロで勝ちたいけど、うん、もう防衛外交に行っても多分守れないから、このあれですね、あ、おあ、これはえ、それはでも俺も苦しいまで、あのダックプリがさババ、うん、でもその分僕の攻撃もこれ通るはずですね。なんかもう一個欲しい、あ、近い、オッケー、よし、オッケー、これ全然あるっすよ、全然あるっすよ、これ普通に追加して、まあこれ爆ハゲちょっと、そう、気持ちいい、で雪でもうメガゴ殴れ、うっ、エリック当たった、おし、入る、あ、入る、プレー、あー、やめてくれ、ちょっと待って、やばい、
なそんなそんなこれでグラチェル準勝って、ま待ってこれ、あのワンチャンがワンチャンザップ効果で、うわくわーってわけで、まあ、あれっすね、使った結果負けちゃったんですけど、まあ、あれみたいな運が悪かった、うん、っていうことにしときます。そういうことなんですよでもね、実際にあのグラチェル準勝でいたんでね、ぜひね、まあ、この方、まあ、しかも流行ってるっていうので、まあ、強いっていうことには間違いないと思うんでね、うん、本当かお前が言ってたよ本当にこの方流行ってるんでね、ぜひね、興味があればなんか自分でいじったり使ってみたりね、うん、してみてくださいというわけで、はい、まあ、今日こんな感じで終わりしたいと思います。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。